さあ、折り返しですね。帝国ルートはどうやら全6勝らしいので、いや、やっぱ短いですよね。他のルートだと10勝近くあるし、偽りの乙女。どういうこと？セイロスのことかな？レアのこと？偽りの乙女。もう、聞き慣れてきたわ。シュバルツ・アドラーベイヤ。言ってよ。アリアンドット側かな。そういえば前のショーでタルティン平原に行くとかって言ってたから、多分クロード編の最終マップか次、もしかして。ほんと、ただだだっぴろいところなんですけど、過去一回しか、そう、クロード編のラストでしか行ったことないんですけど、そこかな。と宣言したけれど、今節。ほほ。他の場所へ向けて。他の場所やっぱりアリアンロッド側か。先生とシュバルツ・アドラーベイヤの仲間にだけは伝えておくから。そのつもりでいて。秘密裏にやるってこと？どういうこと？ちょいちょいこれ出すな。面白いから使いたいけど、どういうこと？フェルディアより先に落とすべき場所があるということです。まあ、敵もそれなりの戦力あるだろうから、ある程度要所は先に落としとかんなんて話か。フェルディアから南、王国領と帝国領海に位置する元老の調査としてますね、これは。アリアンロッド。アリアンロッドを吸収する。ローベ伯が仕切ってる領地ですよね、ユーリスの元いた家になるのかな、もう。今度は逆に吸収するんだ。逆にやね。前節か、奇襲受けたのは。これを受けて正面から来るやろうって思わしといて、アリアロッド側行くと。しかも、でも、そう、さっき言った通り、堅牢な、そう。ね、トリディアから大丈夫か。アリアンロッドには、魔導しながら、王国の将軍となったコルネリアがいるわ。敵なん？あのおばさん。はあ。それに加えて、フラルダリウスの当主、ロドリグが兵を入れている。あの人裏切ってない世界線なの？もう混乱したわ。え、間違いないよね。王国の将軍となったコルネリアがいるわ。味方じゃねえんだ。その二人を撃って、はあ。ダッシュするのよ。へえ。へえ、もう、まだ整理できてない。あー、敵なんだ、コルネリアおばさん。マジか。コルネリアは怪しげな魔法兵器を使うと言われています。タイタロスじゃない、これ。え？また、アガルタと関係ないのか、あれ。あ、違う。あのなんか雷落とすやつか、もしかして。ちょっと兵器の名前は忘れましたけど。敵の防備が整う前に。敵かよ、あの人。マジ。そのために。へぇー。渡さぬまま準備を進めていたのです。まあ、危険なところだから、先に落とすべきやね。そこからまた、ね、増援とか出されて、攻撃されてもいいよ。厄介やしね。まあ、一応理にはかなってますね。我が軍の兵の中、情報を漏らす。ちょっとなんか、伏線っぽい。決して言えない。伏線っぽいけど大丈夫かこれ。アリアンロッドを落とす。南と東の二方向から。そうやね。南って呼ぶのか。アリアンロッド側のことを。ね、同盟側が東やとしたら、ガルグマックが南で、アリアンロッドが西っていう感覚やったんですけど、アリアンロッドは南なんだ。王国や教団との決戦ともなれば。そうやね。戦いに臨まなければね。そうやね。正しいかこれが。先生。頼んだわよ。また全任せですか。かしこまりました。で、あ、散策のタイミングであれなんだ。そのイベントが来たんやね。日曜日。これはやっとくべきなやつ。指導経験値もくれるので。これはいい家にする意味が、ないですね。まさかこうして私の歌声を、アンナさん、またレアな二人やな。アンナさんお前、あれなのよ、ちゃんと育ってよ。
頼むぞ。オンチソやな、バルニーは。で、うん。で、指導経験値、11600、それだけ全然やったけど、イエリッツァ、イエリッツァは行こう。イエリッツァなんて簡単でしょ。もう、戦いのことか。あと、なんだ、甘いやつだ。あのね、甘党だから。で、甘い系のお茶持ってますかね。いや、これも揃えたいんですけどね、ある程度。選択肢。これ、3倍ぐらいあるんじゃないかな、茶葉。この辺かな、甘い香り。香りやからな。何の用だ。ピーナッツ、ナッツティー、なんかそういうやつが、甘い味のやつがあるんですけど、それなら 100% 正解やったろうけど、これはどうすか。良い香りだ。正解だ。香りならいいんだ。さあ、行こうか。戦い系でしょ。戦い系と、お菓子の話とか。悪くない。こんな距離で、死神騎士とね、いや、めちゃめちゃイケメンやな、本当に。一番イケメンですらあると思う。うん。出会った頃でも面白いんじゃない？よし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 。ツンケンしとったなーって。言うて。言うほど絡んでないけど、この人と。あの亀意味あったんか。多分あれ、メルセデスから、メルセデスにバレンタメに被ってただけやよね。こう喋るんだ。熱かったか、すまんな。で、武器でしょ。もう十字キーすら使わねえんじゃない？これもしかして。左2連続。で、警備、マジで左じゃない？あ、飯食うの好きなんじゃな。制服なんかどうでもいいでしょ。警備もどうだろう。真ん中か？飯。よし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 。あとは、相槌をしっかりするだけと。まあ、自分が、に合ってればいいんじゃない？めちゃめちゃ種類あるから。うなずく。ベレットも分かってないやろ。オッケー。完璧。パーフェクティータイム。見つめたいけどもうすぐ行こう。イケメン。すげえシュッとしとるもんな。うん。魅力はでかいよ。ルナティックにおいて。さあ、散策のお時間です。いや、このタイミングで、あれだ、ね、専用職業の上位版かな？エーデルガルトがテートから届いた、相当橋の銃鎧。銃害っていうのかな？鎧って害って読みますもんね。を受け取ったことに、カイゼリの資格を獲得しました。おー、見れちゃうのか。ああ、これはね、今までのルートで、ボスとして戦ってきたような、全然まとまってない。ディミトリ編がよぎってしまった。あれはこの姿じゃないですからね。ごつい映画でしたけど、他のルートつっても、クロード編か。クロード編はこれで倒しましたね。うん。カイゼリンか。いや、剣の何かがあればさ、見れないよね、カイゼリン。見れるのか。あ、見れるわ。そう、ここに剣のボーナスついとれば、わ、かっこいいな、見た目。カリスマ。で、斧やもんね。あ、速さも結構あるね。そこ、でもな、明らかに落ちるか。5ポイント。今、ソードマスターで36。うわー、めっちゃ落ちとる。8ポイントも落ちとる。これはでかいよ。まあ、マスタースキルも気になるけどね。ちょっと、なんとか、まあ、マスターしてみたいかな。はい。じゃあ、行きますか、さっさと。3速。で、なんかすごい数減ってない？スカスカなんやけど、あの吹き出しが。で、で、そう。ランドルフ君とラディスラバがもういないんすよね。悲しい。話すの楽しみやったのに。
そのこと言うかな。奇襲、あ、これも、あの、戦闘中に言っとるからね、奇襲、私好みますって、このまんまのこと。ああ、ほんと嬉しそうやな。なぜ、狩りに行っている？明日かな。狩り獲物奇襲します。そうな、初めて、え、ミルディー大橋もほぼ奇襲に近い、あ、そうでもないんか。準備されとったもんね。味方安全なところから始まります。うん。犠牲減る、減ります。まあ確かに成功確率は高いんやろうけども。それ素晴らしいこと。これ考えると、よう不正だよね。前の説。あれこそ完全に奇襲やったしね。すげえ意外やったもん。めちゃめちゃアリアンロード行き やったしね。うん。で、今回こそアリアンロッドと。モブの人、商人、大したもんだよ。あのセイロス騎士団を撃退しまうとは、大したまあまあでしたね。そこまで苦戦した感もなかったよね。うん、今、だって、前の前の前々節ぐらいボロボロにやってましたしね。あのクロードのとこが、あの天国使い切るぐらい死んでましたしね。それ考えると前節大したことなかったから、うん、セイロス騎士団なんてそんなもんですよ。同盟に勝った時も大いに湧いたもんだが、うん、あれは大変やった。マジで。評判、帝国内のね。これで王国諸侯の忠誠心が、うん、いやー結構揺らぐでしょう。なかなかくじいたと思うよ。将軍も結構やったしね。シャミヤさん。で、なんか今日、調子悪いな。全然思い出せない。あの、アロイス。あ、ランドルフさんとか言っとる。で、セティスに触れ。まあ、あれは生きてましたけどね。ランドルフさん。なんか、好きやったんかな。ランドルフさんが亡くなったそうですね。あいい人だったのに。あ、そっか、ここの、守護の責任者というか、ね、あの、将軍、やったしね。こういう人もいっぱいいてんのかな、ここには。身近な人が亡くなると戦争の実感します。長生きしてくださいね。切ないな、これ。女子とか子供は松の宮からな。でも、女子でも結構戦っとるのがこのファイアーエンブレムの世界やけどね。ペガサスナイトとかさ、あと、シスター系か。で、偽門番。お疲れ様です。本日も異常なしであります。本当か？ガルグマクと王とフェルディアの間には、ハルティン兵が。いや、今回ここが終わりかと思、終わりというか、ここが戦闘マップかと思いきや、ハルティンといえば、アリアンロッテやったね。預言者。あ、そんな二つなったんだ。もしそこで、我が軍と敵軍が激突するようなこと。これもしかして最終マップここかな？千年の時を超えた。運命の巡り合わせということでしょう。そんななんかいい、ワクワクするもんじゃないからさ。お前もへこんどってほしかったわ、あの、ランダルフかラディスラバ死んだことで。ね。ディミトリーにまくれたと思うやん、ほう。ファーガスの王、ディミトリー。うん。彼はそうやね、ダスカーの悲劇があるからね。もう、ある程度真相は知ってるかな、多分。強い感情に囚われている。うん。まともに国の舵も取れまい。ほう。情けない話だ。お前そんなよう言える立場なのかな、どうなんだろう。まあ、ある程度今の皇帝陛下には信頼得とるから、まあ、エーゲル家は復活できるんかな、多分。王も人だ。王は感情に囚われてはいけない。まあ、言うて、うちの皇帝様も、まあまあなもんじゃない。はあ、皇帝にそれ言ってみ？あった。正解した。王としての判断は、あらゆる個人の感情から離れたところにあるでした。そういうこと言ったっけ、俺。王は感情にとらわれてはいけない。ああ、そっかそっか。そういうことか。え、ダメなんて、そのぐらい許してあげてよってニュアンスで俺は言いたかったけど。何にせよ私は、エーデルガルトが彼に負けている場面など、想像できないね。どうなんかな。あの子も弱いぞって結構。こいつらには多分見せてないと思うけど。そう、今ふとよぎったんです。カスパラのところにおる？カ
コスモの女どこにおる？どうしとるあいつ商売しとる。そう、今よぎったんですけど、あれ、ね、あの、エーデルガルトのルート初めてやった時のあの、歌の歌詞の場所を探したいってやつ、あの辺の継承もしたいんですけど、こいつ何やっとるん？おい、万年補欠がよ。もうここまで落ちぶれたか。ああ。あ、なるほどね。行き先がバレないように、そういう、なんだろう、フェイクをやってんのか、こいつ。仕方ねえって、お前、お前は部屋におれんちゃう。ああ、引きこもっとけ。それ考えるとあれだな、また。ベルナデッタ・カスパルも成立させたいですけど、どうなんだ、いけるかな。で、クエスト。アンナからの預かり物。ああ、ただ拾ってくるだけか。で、アンナさん。あ、秘密の店。え？買ったっけこれ。買ったっけ全部買った。あ、まだちょっと残っとるか。あ、そっか。力とか速さとか、そっちメインに買ったのか。あと、魔力のやつかな。生命の粉。魔除けもいるかな。ヒットポイントも上げたいか。やっぱドーピングアイテムは腐らんからな。じゃあ、音質飛ぼうかな。ちょっと、今回回り方、失敗してる感じがする。にしてや、彼女の志を支えたいんです。あんだけなんか、クロードのとこというか、デアドレで戦った時、ボロクソ言ってたのに。すごいね、180度。奇襲の件、うん、聞きました。お前頼むぞ、漏らすなよ、変なとこに。敵に漏れれば大損害につながるような情報を、私にも話してくれる。あ、そういうのわきまえてんだ。一応、ね、裏切り者というか、そうやからね。同盟、元同盟のやつからしたらもう、相当白い目で見られてるやろ、リシティアは。ね。エーデルガルトやこの軍の人たちは、こんな私を信頼してくれてるんですね。ああ、もうなんか、最初からスカウトでいてた感じじゃん、あ、スカウトしててもこうなるんかな。よくできとるね、これ。最初は個人的な動機で、このシュバルツァードラーベイヤーに参加させてもらいましたけど。個人的な、あ、スカウトしててもこれ言えるか。今は、皆さんと一緒に、エーデルガルトの志を支えたい。そう思っています。本当か？一応頭いい子やからな。で、食堂取ってあれ回収していくか？さっきの女の子のクエストのやつ。ここ光っとるね。二つある。砂糖菓子の詰まった瓶。これ家リッツァじゃねえか。で、これやね。で、クエスト完了と。モブが多いっすね、兵士。あ、二人も話しとる。手強い相手でした。思いがけず激戦になりましたね。さすがはセイロス騎士だ。これ、手強い相手でした。これはこっちで守ってたやつかな。敵に大司教がいる。ああ、そうやね。良かったですよね。本体の。はあ。いつもならあいつらこの辺にいてるやけどな。ランドルフ君とラディスラバ。悲しい。そういう、さっきの人だけやね。でも喋ってんの。そんな悲しんどる余裕ないんかな。次は音ですよね。あ、次はいよいよ信じつるやつがおる。メディアに向けて進行開始するんですよね、うん、そのまま広めといて。それ嵐の王に勝てるでしょうか。嵐の王、いや勝ちましょう。え、これディミトリの二つな。嵐の王嵐でいいの。王ってつく時点でもディミトリしかおらんもんね。嵐の王で、お、アサシン？ん？これか。珍しいアサシンなんて。潜んどけよ。ローベの老将軍は、あいつ来んのか。なんて名前やったっけ？なんて名前やったっけ？あの、グレートナイト。じゃあまたユーリスと会話ありそうやね。うん。そう。まあ、ファーガス勢も誰も裏切らんでしょう。もう。うちのリシタみたいに。ユータロ。お、イケメンエリッツァ。何しとるん？セイロス騎士団。
セイロス騎士団。腕の立つ者も少なくはなかったが。まあ将軍格は強かったよね。私の中の魔物を高ぶらせるのは、やはり、お前と。いや、エリッツはマジで強いからな。ベルト逆に大したことねえぞ。申し訳ないけど。まあ普通に順当に育っとるとは思うけど、尖っとる部分がないからさ、言うほど強く、速さが遅いのやっぱりネックやわな。26なんて、だってさっきのね、エーデルガルドがカイゼリンになった時の速さより遅いからね。フレーチェ！フレーチェ強く生き、生きてくれ。フレーチェ。もう、俺が殺したわけでもないからな。兄さんの分まで。まあでもやっぱ軍人としてはどうしてもそういう危険があるからね。どこかでやっぱよぎるとそういうね、死ぬ可能性があるってのを、がね、ちょっとまたまとまらんけども。やっぱフレーチェもあったんかな。万が一というか死ぬか、悲しいわ。戦いが始まる前、はぁ。何？もう死ぬ気でおったん、あいつ。バカタレが。この戦いを最後まで見届けます。兄さんの分まで。必ず。くわ、抱きしめてやりてぇ。強く生きてくれ、マジで。でもあんだけ強い子なら、また強い将軍。いやでも。親のところに戻ってほしいな、フレーチェは。やっぱ子供が、ね、二人とも、なんだろう、自分の子供が本当先に行くとか考えられんからな。で、裸の人。セテス殿を破ったのは大きいですが、大司教が健在である以上。あいつ強そうやもんな。強そうというか、強いか。戦ったもんね。強なルートで。まさかあいつがラスボスになるとはな。またあれと戦わなくちゃいけないんでしょう。いや、あれは強すぎるわ。普通のやつじゃ対処できんと思う。いずれまた奇襲を仕掛けてくるでしょ。来るかな。その前にこちらから攻めなくては。まあ攻めることは最大の防御って言いますけどね。確かに心折れてねえんかな、あんだけのことが起きといて。もうその辺が宗教系の強いところか。もう、後ろ盾があればガンガン行こうぜみたいな。胸が塞がる気分。ダルグマクの首相を務めた。ああ、言ってくれた、ちゃんと。戦死したんですってね。ラディスラバのことも誰か言ってあげて。え？そうなん。胸が塞がる気分。ああ、そっかそっか。ベレトがいない間も普通に身内やったから、そっか。それに、一応前線に行っとるからね。共に生き残ろう。確かに終わりは見えない。上の方が未来がある感じがするかな。共に生き残ろう。お、だいぶ刺さったっぽいぞ。クリティカルヒット出ました。かわっか。一緒に生き残りましょう。ね、簡単やな、こいつ。だからいろんな男の噂が絶えないのか。で、上に一人。モブの人。あとここ開けといてくれよ、もう。こう閉めとく意味ある？ローディングしてんのか、ここで。この石。こいつか。主よ、お許しください。私は信仰にこの身を捧げる覚悟で。教団に仕えてきました。元修道士。ガルグマクで行ってって帝国に着いたんだ。今の教団は信徒のことなど二の次で、そうなんだ。もう教えを説くとかいうレベルじゃないんだ。セテス様すら失った今もはや教団が、そんだけのポジション行ってたんだ。セテスはやっぱり、まあ、常に冷静にね、いろいろ判断してたからね。セテスは今日は主においとまを来ました。ほう。明日からは
好み一つで生きてる。シュって誰のことを言ってんの？帝国はもうそういう神禁止みたいになってない？シュってのは誰のこと？皇帝陛下のことかな。こんなところに絵が、俺寮の2階で相変わらず3階誰もいない。先行くか。珍しい、なんでこんなとこに。何してんの？自分の部屋でもないよね。ええ、これ自分の部屋？今は入らないって。あ、ここなんだ、映画の部屋。ベルナデッタのあの並びかと思ってました。今は入らないで。先生、待って、今は入らないで。すっぽんぽんか、こんなことが前にも。忘れなさいと言ったでしょ。ダメな、入れてよ。私にだって見られたくないものくらいあるわ。マジで裸か、似顔絵とか。いつやらな、なんか手紙のあれか、あれ何も教えてもらってないよね。似顔絵？そうよ、分かっているじゃない。はあ、私の描いた、あなたの似顔絵。あれって似顔絵やったん？いつやらの俺、あのサムネで、あのカービィにしか見えないってやったやつ。あ、そうな。下手だし、似ていなかったでしょ。あ、そうな、そうな。今整理すると、確かになんか落書きっぽいの書いてあったけど、あれ似顔絵だったん？カービィかと思ったわ。ありがとう。どういたしまして。あの、またね。とりあえず今は開けないでね。ちょっともうちょっと上手くなってくるよ。カービィは分かったけど。あれ似顔絵やった。ああ、そっか。で、リンハルト。作り話なのかな？千年以上前にあったとされる。現存してない英雄の遺産って。はあ、そんなの、消滅した英雄の遺産もあるってことか。結構な数あ、ね、あ、そうな。作り話。へえ、結構ってもなんか10本近くないとあれやよね。現存してる代表格がコドラ実血の家系に受け継がれてきたやつなんですけど、純粋にフォトラ十血だから10本分あるよね、これで。確か、いろいろ数えたら24じゃなかったっけ。ここで見てもわからんか。なんか12の、ね、なんだろう。聖戦の系譜を少し模してるって話だから、確か24種類あるんじゃないかな。多分ですけど。はい。行きます。王国領西部にあった調べとこう。同盟領内にあった東方教会は知っているね。はい、出ましたね、これ過去のルートで。しかし南方教会は知らんだろう。これもなんか出たよね、なんかで。でやっぱりアンチセイロスだからなくしたというか、滅ぼしたというかね。禁止したんかね。しかし今から、まあまあ昔、比較的大きな内乱があってな。ほうほう。それに南方教会の司教が関与していたことで、激怒した。何してんの？司教を追放してしまった。そりゃそうなるよ。その後帝国と中央教会は和解しているが、友好的とは言い難い関係が続いていたのだ。なるほどね。南方だけにはそういうの置かなかったんだ。そういう下地があればこそ、帝国市民も今の敵対関係を受け入れているのだろう。ね、まあもっと、ね、ネメシスからの話があるからね。そんなちょっとした反乱どころの話じゃないでしょう、今更。南方教会か。逆に北方教会ない。ファーガスが北方教会なんのかな。一応神聖王国って名乗ってるからね、宗教を容認しとるよね。でここに2人、誰だ、メーチェとベルナデッタが座ってる。鎧のトメク、お黒い鎧、これも死神さんじゃないですか。あいつまた鎧着とったんか。ベル夢があるんですよね。座ってるのって珍しいな。
絵描きじゃないこれ多分。ほら前にペトラとブリギットに行った時、うん、草花の絵を描きましたよ、ね、え、ガイデンの反映されとる。すげえ。今度はもっと遠く。すげえ。え、これガイデン行ってなかったら違うこと喋れってこと？さらにいろんな植物を見て、うん、絵にして、おーおー、それを本に。いや、いい夢やと思うの。全然違うベルナデッタやね、ほんと、このルート。あんだけ、ね、一人旅とかも、絶対できませんよって言ってたしね。こっちの方が好きやわ、完全に。で、メーチェ。くじけてはいれない、いられないわよね。ってなんだ。今回の件であれか。怖かったわよね。いろいろ死んでしまったのを、ね、経てくじけとる場合じゃねえって感じか。あー、教団がかな。教団が？え？うん。あ、そっか、メーチェは一応、経験な信徒だから。もういろいろわからなくなってきとるよね、多分。セイロス教の方々と戦った時、自然と体がこわばってしまったわ。そうだね、今まで信じてたもんが。今まで当たり前のように信じてきた存在を敵に回すのが、いや、怖くて、怖いわな、恐ろしくて。まあメイちゃんも向こうが間違ってると思ってるからこっちについてきて来てくれてるんだから、やっぱ一番まだ慣れてないよね、多分体が。でも私たちはこれからレア様と戦う。いや、ここでくじけてはいられないよね。大変やな、本当。元信者か。で、真ん中の方にハンネママヌエラか、あれは。え、左上の方あれヒュー君か。お、どうか口にするんじゃなかった。お前は言ったんか。アリアンロッド行くって言うなよ。口にするんじゃなかった。前の散策で言ってたのか、多分。まあ、言霊ってあるからね。私もひっきりなしに手当てして回ったけど、あ、多くの命が失われた。将兵、兵士もいっぱい死んだのか。ちょっと今の医務室は、ここ？ああ、閉まっとる。ええ。いや、あんな狭い部屋に。え、言うてんの？あそこ。2、3人しか入れんくなかったか。ぎゅうぎゅう詰めなんかな。で、ハンネマ。オートには窓学院があるのだ。これ、メーチェと、アネットが行ったとこやね。コニーも行ったって話やけど。ね。オート・フェルディアには魔導学院があるね。うん、魔導の研究では一歩進んでいる。ああ、コルネリオバさん、これのなんか関係者やったっけ、確か。紋章と魔導とは切っても切り離せないものであるから。うん。我が輩も一度は行かねばと思っていた。その観光気分なのか。しかし、ああ、そうやね。軍を率いて乗り込むような形になる。そうっすね。いやいや、複雑やわな。なんかリアルやな、今回の。なんか散策での描写がしっかり細かく作られてる気がする。でヒュー君またく、あ、納品のやつかな。笑ってやがる。しかし前節はひどい目に遭いましたな。そうやな、危うくガルグ幕を奪還されるか。めちゃめちゃ後半に街燃やされたしな。でもで、あのペースにとったら余裕で勝てとったからね。まあ、全部皇帝陛下のおかげか。セテスやフレン、大司教に関する彼らが引いたのは予想外でした。引いたのは、そうやな。これ気になって調べたんですけど、あれみたいですね。支援値が低かったら死ぬみたいですね。セテスやフレン、セテスとフレン。そんな稼いでたんだね。これで騎士団もセイロス教団を追い込めたのは間違いありません。一応あれか、生徒編でフレンそこそこ触ってたせいもあるんかな。さてこうなると、天井の女神の次は、あ、地に潜むあるんかなというわけですね。
短い小数でアガルタ粛清まで行くのかな。どうなんだろう。あ、二つもある。納品のやつと、あとはフリーマップのやつか。うん。納品ある？あ、できる。名声ゲットです。で、下行こうかな。アビス。さあ、まずは、お、おっとっとっと？おっと、女子じゃないこれ。ん？あ、何？もう見つけたん？この感じ、懐かしいな。あ、これが妹もしかして。え？どうしたん？お疲れさんです。お前。本日もこれが異常あり状態。ここの番人は誰だって言ってんのに、この人もしばらく見張りに立つって。じゃ顔見してよ。ヒューベルト様のご指示で来客に備えて。詳しい。なんか硬そうな人やね。うん。なんかこの感じ懐かしい。漫才やな、なんか。てくれませんかね。あ、もう合格した。今節だけの任務です。プロポーズに近いぞ今の。はあ、あら、ちょっと気になるあれが発生したな、急に。あいつモテるというか、なんか、ね、女に不自由し、女に、あっち、教団、教団って言ったっけ？ね、相方が死んで、その妹がってやつ。そうやね、教団ってやね。ちゃんとうまくできとるの。で、バルコニー。ここ、くっつかせてあげたいんですけど、うまくいくかな。いや、お前。そこはお前は自制しろよ。正義の将でもねえし、うん。とはお尋ね者だぜ。うん。俺ならそんな奴に大事な話はしねえ。でもそれ自覚しとるんなら多分大丈夫やと思うけどね。うん。そう、上でしょ。信頼されてる証拠だ。信頼って。うん。エーデルガルトにか。そう。まさか。なんでそうなる？惚れてるなんて。なんでそうなる？おお。なんだ今の作品。お前じゃねえよな。え、そんな、そんな探知できるの、あの人。あの寮の2階から今似顔絵描いてますけど。やべえな、皇帝陛下。で、コニー。次はいよいよ王とフェルディアですのね。これはさっき言ったやつやね。そう、元生徒ですね。そんな懐かしい思い出の詰まった町が戦場になるだなんて、うん、ああ、こういう意味でか。悲しい。オペラかな。ね、下やわ。歌姫になれる演技力だ。だいぶうさんくさいけど。それほどでもありますわ。ああ。あなたもちゃんと演技なさい。ああ、そういうことね。ああ、あの、またフェイクか。敵を欺くにはまず。なるほどね。壁に耳あり扉に目、だいぶカスパルっぽかったけど、カスパル並みの大根やったぞ。で、通路にモブさん、おっと門番いっぱい、ブリガンドですね。この前町で仲間と喧嘩してたらよ、帝国の将軍様に声をかけられたんだ。誰だ、うちの制度って大体将軍格でいいよね。それからディスラバかランドルフ君かな。それだけ元気が有り余っているなら、うん、帝国軍として戦いたまえと。ほう、これはフェル君じゃねえ。話を聞いて仲間と一緒に悩んでるんだよな。ほう、ああ、アビス守っとるだけなんかな、こいつは。ほう、二人もおる。ああ、困った困った。ああ、困ったもんだ。こいつは困った。どうしたどうした。優しいやつだな。今の選択肢いるか。なんだこの流れで頼み事をされたら、十中八九そいつは金を。なんなんこれ。急にトーン変えやがった。いる。で、うん、ユーリスハッピー、ここもくっつけてあげたいな。ユーリスとコニーくっついたもんな、教団ルート。あ、ユーリス面白そうやね。アリアンロッド、懐かしい街だ。ハピからかな、じゃあ。ヒューの話だとさ。ヒュー。次の戦場に知り合いがいるんだって。ロドリグさんとコルネリオボさんは間違いなく出てくるけど、あれか、普通に正統計も出てくるってことかな。
じゃあフェリックス来るかな、さすがに親子だし。うわ、親の前で殺すのとか、でもフェリックスはやっぱり片腕級だから、やっぱディミトリと一緒に出てくるか。ドゥドゥフェリックスって感じだよね、 あいつの両腕は。それ考えるとアッシュとかアネット、アッシュアネットあたりかな多分。里を出たハピを捕まえて監禁したおばさん。え、もうハピのこと。え、何これ、忘れてるかもだけど。え、ヒューの、え、あ、ハピの知り合いってこと、このおばさんの話。はあ、監禁したおばさん、え、恩師でも何でもなくね、ただの犯罪者やろ。下じゃね、会いたくない。まあ確かに近づきたくはない、ね。ああ、え、監禁したおばさんって何、会ったから何がどうってわけじゃないし。え、さらった人じゃないこれ。いやよね、捕まえてか、いやもう普通に犯罪者やけど。顔見知りが死んでくるって戦争じゃん。ああ、一応よくさ、よくしてもらったってことなのかな、監禁中。複雑な出会いというか、複雑な人やな、それ。で、ユーリス。教団は、信徒にはおおらかで慈悲深いが、そうやね。この上なく冷徹だ。通常なら処刑されますからね、ユーリスはたまたま生きとるけど。セイロス騎士団の鬼気迫る戦いぶりには、さすがの俺様も肝が冷えた。例の地位分けてもらえるレベルはあれですけど、それ以外のちょっと下、なんだろう、名地ぐらいの神道でもここまでになれるんかな、危機迫る戦いぶり。怖いな。アビスは無事勝ててよかった。上かな、アビス無事なん、なんとかな。うん、ここの連中に逃げ道をね。そうやな、騎士団が入ってこなかったのは行幸だった。行幸カイジでしか聞かんやつ。行幸ってほんと稀なたまたまの幸運みたいな、タナボタか、そういう感じですよね、行幸で。次はアリアンロッドだってな。そうそうそう、俺にとっては懐かしい。あの将軍の名前なんて言うんだっけ。あ、ここまでか。さあ、全部終わりましたね。支援結構増えたと思うんで、そう、なかなかの、あー、まあ、でも完結というか A まで行く。絵が、あ、絵がと終わってしまったか。そうやね。ヒュー君絡み、あ、すごいな、ヒュー君絡み。一番、あるね。うん。あとは見、あ、この辺見たか。ハンネママネーラは。あー、でも消化しても結構ありそうやな、普通に。エガカスとか一番あれやしな。クマ戦ともう無理やもんな、副官として。うわ、大変やな、ここ。イエリッツァは？ああ、いかん。なんでベルトとこんな育ってない？これちょっと、貢ぎ物しまくって発生させようかな。いや、結構近くで戦ってた、戦うようにしてたんですけど、そっか。結構やな、1時間急かな。はい、とりあえず、ええ、調整とあと上の級頑張って消化していきます。